藤沢市立石川小学校は神奈川県藤沢市石川にある公立小学校藤沢市のほぼ中央やや北寄りにある石川地域に位置する遠藤地域に持ち帰オープンスクールを採用している藤沢市で35番目の小学校として開校し市内の小学校では最も新しい開校までこの地域の児童は 各近隣の各小学校へ通っていたが、周辺の区画整理事業が一段落したことで、住宅地化が進むことが予想された。特に現在の石川小学校と、学区隣接する藤沢市立秋葉大小学校の児童数増加のため分離という形で開校した。当初は3階建て校舎で検討されていたが、定住環境や農地法との関係で、 今後の児童数増加は見込まれないとの市側の意向で2階建て校舎で建設される。藤沢市としては初めてのオープンスクール型校舎が採用された。市側の児童数の見込みは外れ、実際には開校初年度から特別教室の普通教室への転用が始まり、増築新校舎の設計が始まる事態となった。児童数は 最大の時期には720名を超えることもあったが、2013年、現在は落ち着いている。オープンスクール型校舎ということで設計されたが、現在は、間仕切りが設置されている。2014年4月7日、現在、643名20学級である。湘南ライフタウンの拡大に伴い、児童数は開校当初から激増しており、 多目的室等を教室に転用している状態であるため対策が急がれている。注釈出典。ありがとうございます。